よし、じゃあ本日も弾丸論破の続きやっていきましょうか。前回はね、俺以外の俺こと苗木誠くん以外の集合写真は見つけたんだけど、俺がいなかったからね、もしかしたらクラスメイトのみんなが俺のことを集団ではめていたんじゃないかという疑いを晴らすべく、まずみんなに会いに行こうっていう感じだよね。みんながどこにいるのかはまだ分かってないから、まあまずみんなに会いに行こう。あ、でもあれだ、深川東子ちゃんは武道場にいたよね。まあちょっと探索しながらちょっと見つけていこうかなと思います。いるねいるね、戸上くん、戸上くんが書庫にいるらしいので書庫に行こうかなと思いますね。戸上くん、まず聞かせてくれないかい、この写真を見てあなたはどう思うかな、その感想を聞かせ願おうか。いるんだよなここに。お前ここ大好きだな本当に。お前その顔と全く同じ感じで写真写ってたけど。あ、戸上くん、てんてんてん、あのさ、ちょっと話を聞きたいんだけど、てんてんてん、これみんななんか記憶戻ったかんない？葉隠れも白夜も動揺してるだけなのか記憶が戻ったのか。戸上くん、やめろ、今はお前に話すことなど何もない。なれなれしく話しかけ、なんで？なんか今まで培った好感度が全てゼロになった。あ、戸上くん待って、おちょっと、今まで一個一個のイベント大切にして親密度上げていったのに。もちろん戸上くんは待つことなくそのまま歩き去ってしまった。どうして、どうしてあんな僕を避けるみたいな態度で。あいつらはあいつらでなんか俺についての記憶が戻ったんだろうな、そう考えるのがまあ一番筋の通ってる考えではありそうだな。じゃあこれなんか京子ちゃんにも、ギリギリ京子ちゃんにももしかしたら避けられてる可能性あるね。他のみんなも見つけに行こうか。あー、いたいたいた、やっぱ植物庭園には葉隠れがいるんですね。あ、葉隠れくん、これ葉隠れとか多分みんなね、そっけない感じになってくるね。そっけないのさだね、ラッドインプスになっていくと思うみんな。なんなんないぎち、さっきからどうしたの？話しかけるたびに驚いて。いやー、いやー、あ、悪いけど俺は急いでるんだ。これさ、なんか分かっちゃったんだけど、ロッカールームのノートの件もまだ確認できていないっていうのに、なんか分かっちゃったんだけど、あんまり考えたくない可能性ではあるな、ちょっと俺のひらめいてることは。いいか、とりあえずこの回の生物室という名を冠した死体処理場だねに、おそらくもう一人誰かがいるから、それも見に行ってと。誰だろうな。再び生物室にやってきたところで、ん？真っ先に僕の視界に飛び込んできたのは床に倒れている彼女の姿だった。え、深川さん、え、深川東子ね、え、何があった、何か事件が起きた。お前開けたな、お前開けたろ、お前が見たら倒れるに決まっとろうて。深川さん大丈夫、まさか死んでるとかないよね。死んではないでしょうね、多分。ほら、ジェノサイダー化しちゃったよ。なんでさ、分かってるのに開けるかな。机の上に説明書書いてあったでしょ。おう。寒い。異常に寒いし、風邪ひきそう。それ引くよ、こんなとこで寝てたらさ。なるほどね。寝てた？ああ、私ったらまた気を失ってたのね。そんであんたは私の寝てる姿を眺めてムラムラしてたのね。あ、めんどくせえな、やっぱこいつ。こいつと会話すんのめんどくせえな。いや、してないけど。じゃあ何？気になる私が。ムンムン？ルンルン？それよりさ、どうして気を失ってたの？素晴らしい。それよりさ、で話の方向転換を行う素晴らしい技術。知らねえ。気づいたら寝てた。またあっちのネクラが何かやらかしたんじゃね？そっか。人格が変わっちゃうと記憶を引き継げないんだったね。そう、知識は共有してても
記憶は共有してないの。ゴイゴル手欠点みたいな言い方すんな。むしろ長所じゃねえか。だってあっちの人格が覚えていないことでも私は覚えていられるのよ。つまり2倍なのよ。いや2分の1って感じだけど。ジェノサイダーの秘密、あ、記憶は共有できないってそういうこと。そんなことよりダーリンは教えなきゃ殺すぞ。トガミ君もどこかを操作しているはずだけど、ごめんな、俺が証拠から動かしちまった。トガミを、うん、ふむふむ、一人でだと思うけど、やっぱりね、分かってたけどね、私って白夜様に関してはプロだから。つうか急がねえと、白夜様が一人で寂しいわ。笑い方すごいよねこれ、うん、心の底から笑ってるもんね。この上なく不気味な笑い声を上げながら深尾さんは走り去っていった。そういえば写真のことを聞きそびれたけど、でも写真、そうだよね、ジェノサイダーに聞くだけ無駄だと思うわ。写真にはジェノサイダーじゃなくて深尾東子ちゃんが写ってたからね。それに今他に確認すべきことがあるはずだ。深尾さんが気絶した理由、いやもう分かりきてること、冷蔵庫開いてるだろすぐそこの。これこれこれが目に入んない、お前はバカだな。さては冷蔵庫が開いてる。これは9人目の死体だからって考えるとさくらちゃんとかなのかな。でも前に来た時はちゃんと全部閉じたはずなのに。それのせいだったのね。え、そう、深尾さんが気を失ったりって、え、マジでカメレオン、カメレオンぐらい擬態してた。キリギリさん、内木くん、遅くなったわね。もう平気なの？ええ。悪かったわね、心配かけて。モノクマのところ行った？京子ちゃんは。いや、謝られるようなことじゃ。ね。苗木くん、それよりこの部屋って。それが。どうやら。死体安置所のようね。うん、そうなんだ。やっぱり。やっぱりそうだったのね。そして、深尾さんはその冷蔵庫の中を見たせいで気を失った。知ってたの？深尾さんが気を失ったこと。ええ。ちょうど今走っていくゼノサイダーとすれ違った。よかった、部屋の中にいて擬態してたのかと思ったわ。今ちょうど来たんだよね。よかったよかった。くしゃみでもしたのかと思ったけど、この部屋を見て本当の理由が分かった。どうやら彼女はこの部屋について調べようとして、そこで冷蔵庫を開けてしまったんでしょうね。それで中の死体を見て気を失っちゃったのかって人騒がせだな本当に。まあでも人騒がせではあるけど、ちゃんと操作しようとしていた証拠ではあるから、まあまあまあいいでしょう。とにかくとりあえず冷蔵庫を元に戻しましょうか。開いたままにしておくわけにもいかないでしょう。うん、そうだね、内地くん手伝って。ああ、でもなんかこの感じやっぱ京子ちゃんはまだモノクマのところ行ってないっぽいね。そして止まった。うん、止まった。どうしたの？死体をしまうのは少し待った方がいいみたい。どうして？ここに入っているのが戦場ムクロの下、あれ、なんか一人分死体なくないですか。そしたら死体9個しかなかった気すんだけど、戦場ムクロの死体だから。戦場ムクロの死体って本当にその冷蔵庫の中に戦場ムクロの死体が入ってるの？なるほどね。今までのように私たちが学級裁判をしている間に運ばれてきたんでしょうね。黒幕がやった。戦場ムクロの学級裁判がまだ続くとは思ってもいなかったから。それはそうかもしれないわね。どっちにしてもこれでようやく彼女の死体を調べられるわ。そっか、キリギリさんは前の捜査の時は死体を調べる時間もなかったんだよな。内木くん、そっか、ずっと2回調べてたんだもんな、寄宿舎の。早速今から戦場ムクロの死体を調べ直してみるわ。今度こそこの死体から手がかりを見つけて黒幕の尻尾を掴んでみせる。じゃあ僕はどうすればいいのかな。じゃあその辺で待ってたら後で捜査結果を教えてあげるわよ。その辺って言われてもな、その辺って言われてもな、本当に本当にその辺って言われてもな、俺も調べたい感じあるけど。死体を入れておくための冷蔵庫、僕じゃ勇気がなくて中は見られない。まあここは超高校級の探偵に任せますか。っていうかなんかお前後ろの影がなんかすごいな、スタンドみたいになっちゃってるけど。あの集合写真の件キリギリさんにも聞いておいた方がいいよな。あ、確かに聞いとこう聞いとこう、写ってるしね。ねえキリギリさん、調べながらでいいから聞いてほしいことがあるんだ。いやそんな器用じゃねえだろ。てんてんてん、何聞いてくれる、優しい。京子ちゃんとの親密度は下がってないな。さっきのモノクマアナウンスの件なんだけどさ、ヒントがどうのってやつなら言ってないわよ。
やっぱ言ってないからこの反応なのかな。え、どうして？だってこのタイミングでヒントなんて私たちを惑わそうとしているに決まってるじゃない。それにヒントなんかなくたって自力で謎を解いてみせる。そっか、そうだよね。キリギリさんの意見も聞いておきたかったけど仕方がない。いや、京子ちゃんも言っておいてほしいな。とても僕を騙しているように見えないし、じゃあやっぱりあの写真は僕らを惑わすために黒幕が用意して罠。じゃあ今までの写真は何だったのかって話になるけどね。この集合写真が罠だとしたら今までの写真も罠なことない気がすんだよな。そうだよな、そうでないと説明つかないもんな。うん、説明つかない。まあ今までの説明がつかなくなっちゃうんだよね。でもそうするとそこら辺で待ってよって言われてもないやこれそこら辺で待ってるって言われても私別にやることない、やることないですね。そういえばこのビニールシートってどこかで見覚えがあると思ってたけど、やっと気づいた。これ一番最初に気づいてよ。やっと気づいた。植物性の物置にあったあのビニールシートと一緒なんだ。そう、ここに生物室って書いてあったからね。それにあのビニールシートには生物室ってスタンプも押してあったんだ。やっと気づいたかい君。つまり植物繊維で偽装工作に使われたあのビニールシートって間違いない、この生物室にあったものだったんだ。ビニールシートを更新しました。 OKOKOK 更新したんだね。え、でもさ、もう調べることないないよな。え、でも待って、これさ8個しか死体ないよね。あと今空いてる冷蔵庫とあと 1,2,3,4,5,6,7,8 でしょ。あれ、一人分の死体なんかどっか行ってね。ねえ、こっちランプついてないから、きっと使用中の冷蔵庫にはランプが点灯するようになっているのね。説明書にそう書いてありましたけど、使用中の冷蔵庫にはランプが点灯、でも点灯しているランプは戦場ムクロの死体を入れられている冷蔵庫も含めて全部で9個だ。そういうことなのよ。おい、これなんか一人どっかいね。9個のランプ。そうだよね、ランプの数がおかしいよな。ってことは今までで死んだって言い方悪いか、今まででお仕置きされた生徒たちの中に一人生き残りがいる。内閣君、終わったよ。早いな、もう調べ終わったの。早かったね。うん、遅い仕事なら誰にでもできるわ。だから説明も手短に終わらせるわよ。来た、死体の説明かもんね。それでどんな手がかりを見つけたの。死体の傷口や出血の跡をじっくりと調べてみたんだけど、どうやら腹部の傷も後頭部の傷も死後に受けた可能性が高い。じゃあ何で死んだのって話じゃないですか。ええ、死体が焼けた影響で分かりにくくなっていたけど間違いないでしょうね。つまり腹部の傷も後頭部の傷も致命傷とは考えられないってことか。ああ、じゃあやっぱり弓矢で殺したわけじゃないんだね。じゃああの死体の本当の致命傷って。爆破による損傷が激しいため死体の身元は不明。この爆破は被害者の死後に行われている。腹部のナイフの傷は背中まで達している。このナイフによる刺し傷は1箇所のみ。また後頭部に殴られた形跡もある。鉄パイプ程度の太さの棒状のもので殴られたようです。これは全部嘘か。他にも全身に数多くの傷跡があるが、ここ数日のものではなく以前からあった傷のようだ。残る可能性は全身の数多くの傷だけど、それって古傷だったはずだし。そうかしら。古傷なんてどこにも書いていないわよ。え、だってモノクマファイルにはここ数日のものではない傷と書いてあるだけよ。それって何か違うの。違うわ。大いに違うわ。特に言葉の印象がね。ね、あなたは以前からあった傷という言葉から古傷という言葉を連想したみたいだけど、だけどその連想がクセモノだったのよ。その連想がクセモノ。古傷って言葉から受ける印象、殺人とは関係ないものに見えるでしょ。そうじゃないってこと。でも僕らがモノクマファイルを受け取ったのは戦場ムクロが殺された直後だったはずだよ。その時点でここ数日の傷じゃないってことはやっぱり致命傷だとは考えられないんじゃ。でも戦場ムクロの体はもうピンピンだったらしいからね。傷一つないっていうのが特徴だったらしいから、戦場ムクロはフェンリルっていう暗殺部隊に入っていたのに傷一つないっていうのが、まあ、売りだったんでね。彼女の別に売ってはないんだろうけど。じゃあ戦場ムクロが殺されたこと自体ここ数日のことじゃなかったとしたら、少なくとも可能性の一つとしては考えられるはずよ。まあそれしかないよね。もうその二つ、刺し傷と後頭部の殴打の傷が死因じゃないんだったら、まあそう考えるしかない。可能性の一つ。そう、探偵は超能力者じゃないわ。最初から一つの結論を導き出すなんてことはできない。
むしろ優秀な探偵っていうのは最初は多くの可能性を頭の中に描くものよ。つまり常識や偏見や固定概念に惑わされることなく、たくさんの可能性を思い描くところから始まり、そして捜査を重ねることでそれらの可能性を精査していくのよ。あなたに探偵の流儀を教えても仕方ないのかもしれないけれど、でも謎の解明を目指す以上はあなたも覚えておくべきかもね。ああ、キリギリの証言、これも言霊になるのか、ね、ついでに死体に関して知りたいことがあるなら今のうちに聞いておいた方がいいわよ。何それ、全部教えてよ。全部教えてくれればいいんだけど。あ、そういえば一つだけあるよ。さっき戦場ムクロのプロフィールを見たとき、彼女の身長や体重を見たんだけどさ、言ってた言ってた、169センチ44キロ。めっちゃ覚えてる、ちゃんと。それは身長169センチ、体重44キロ、スリーサイズは80、55、82でしょ。スリーサイズまで覚えてなかったわ。覚えてるんだ。この死体とも確かに一致していたわ。いや、一致してんのか。じゃあ戦場ムクロで間違いないんだ。じゃあやっぱり、ええ、ペンニルのタトゥーの件もあるし間違いないでしょうね。そうね、死んだのは戦場ムクロよ。なるほど、まあ超高校級の探偵さんが言うんだったら間違いないんだろうな。それで聞きたいことはそれだけ。うん、そうだと思う。そうだと思うって、お前のことな。じゃあこれで戦場ムクロの死体にも用はないわね。行きましょうか、ここ寒いし。あ、待てよ、死体を戻してあげないの。このまま出しておくのもかわいそうじゃないかな。なぜ。かわいそう、忘れたの、彼女も敵の一人なのよ。超高校の絶望の一人なのよ。でもさ、殺されたってことは結局は被害者なわけだしね。自業自得って言葉は知ってる。裏切られたんだよね、多分ムクロさんは。そうかもしれないけど、でもやっぱり点点点。あなたは本当に甘いのね。本当に呆れるくらいに。まあまあ、冷蔵庫閉めるだけですやん。別にね、よっこいしょだけですやん。いいじゃん、呆れなくてもそんなに。だけどそこで僕を突き放すわけでもなく、手伝ってくれるキリギリさんも、彼女に言わせれば甘いってことなのかな。揚げ足とんな。これ閉めた音、独特。じゃあこれでこの部屋での操作はおしまいよ。ここからはまた別行動ね。あー、ちょっと待って、最後にもう一つ残っていたはずだ。何？キリギリさんに聞いておかなきゃいけないことが。何？え、待って、なんかあった？あ、手帳ね、手帳ね。もうもう完全に忘れていました、手帳の件。確かめないわけにはいかないの。あれ、そっか、あの学園長の電子生徒手帳がないから、前調べた時は京子ちゃんは開けられなかったんだよね、あのロッカーを。まあ聞いてみましょう、聞いてみましょう、スタンド使いのキリギリ京子ちゃんに。ねえキリギリさん、最後に一つだけどうしても聞いておきたいことがあるんだ。何？何かしら、言ってみて。本当にこの学園に来てから一度もお父さんと会ってないの？え？え？それはどういう意味？寄宿舎の2階にロッカールームがあったのは知ってるよね。ええ、知ってるわ。だけどあそこのロッカーは本人の電子生徒手帳でしか開けられないはずよ。緊急用の電子生徒手帳を使ったんだよ。なるほどね。学園長の部屋にあった電子生徒手帳ね。それで？それでそのロッカーでどんな手がかりを見つけたの？手帳だよ。しかもその手帳は僕が見た限りだとキリギリさんのものとしか思えなかった。なんで？なんでそんな風に思うの？だってさっきも言った通り、あのロッカーは本人にしか開けられないはずよ。そしてあそこにあったのは私たちに割り当てられたロッカーとは考えられない。私たちがあそこに入れるようになったのはつい最近のことだからね。俺さ、京子ちゃんの電子生徒手帳であのロッカーが開けられるか試せばいいんじゃない？それで開いたらさ、もう書くでしょ、書くで黒でしょもう。つまり私があのロッカーを使えたはずがないのよ。そもそもどうして私がロッカーに手帳を入れる必要があるの？確かにそうかもしれないけど、でもその手帳に書いてあったんだよ、学園長のことを、お父さんって。ちっちゃいつ、もしかしてだとするとあの映像も本物ってこと？あの映像、うわ、一番最初の方に見た映像。ライジ君、どうやら全てが繋がってきたみたい。マジ？点と点が繋がってフィーバーになってきた。最悪の繋がり方だけどね。どういう意味？私はこれからロッカールームに行ってみるわ。
あなたが言ったことを直接自分の目で確かめたいの。だったら学園長の伝説と手帳を渡しておくよ。これがあれば。それは必要ないわ。自分のだもんね。私の考え通りならそのロッカーは私の生徒手帳で開くはず。だってそれは間違いなく私のロッカーなんだから。キリギリさんのロッカー。苗木くん、あなたもこれを見てみればわかるわ。これって DVD？ しかも緊急面接。何これ、緊急な、何これ、第78期生緊急面接じゃない、面談か。それはあなたがいなくなった後であの隠し部屋から見つけたの。とにかく私の考えを詳しく説明している時間はないから、代わりにを見ておいて。代わりにを見ておいて。おい、大事な場面で誤字脱字、弾丸論破。代わりにを見ておいて。代わりにこれをかな。そうすればあなたもその意味に気づくはずよ。私の知らないところで私の手帳がロッカーに入れられていた意味が、なんだかよくわからないけど見てみるしかありませんね。ここにもしかしたら過去の記憶が眠ってるかもしれない。それと昨日少しだけ私の無駄話に付き合ってくれる。いいですよいいですよ。無駄話？つまり結論から言うと整理はつかなかった。むしろますますわからなくなったわ、自分の気持ちさえもね。それってお父さんのことだよな。あのちょっと一人にしてっていうくだりか。その答えが見つかることはもうないでしょうね、この先永遠に。黒幕、あいつのせいで。だけど一つだけはっきりしていることがあるわ。私の黒幕を許せないって気持ち、私は絶対に黒幕に勝ちたい。その理由が一つ増えたわ。キリギリさんの目には強い意志の炎が宿っていた。黒幕に勝ちたいという強い意志が。不思議ね、あの人の死を知ってこんな気持ちになるなんて。やっぱ血はつながってるし、心もつながってたってことだろうな。もしあの人が幸せになっていたとしたら、きっと私は何とも思わなかったはず。なぜ？それなのになぜかしら、あの人の不幸がこんなに許せないなんて。バカバカしくて自分でもよくわからないわ。そう言って彼女は小さく笑った。とても悲しげな笑顔で。さてと、無駄話はこのくらいにしましょうか。目的を果たすためにもまだやらなければいけないことが残っているわ。うん、そうだね。うわー、京子ちゃんは結局京子ちゃん的な言葉を使わせてもらうと人に甘えんだな、京子ちゃんも。ねえ、だけどこれだけは覚えておいて、真実はいつも一つよ。改まって言うセリフか、それ。それが正義であろうと悪であろうと、最善であろうと最悪であろうともね。どういう意味？苗木くん、たどり着いた真相が絶望的なものだとしても、それでも希望だけは失わないでね。当たり前だよ、だって前向きなのだけが僕の唯一の取り柄なんだよ。そうだったわね。変なこと言ってごめんなさい。じゃあ私は先に行くわね。また後で最後の学級裁判で会いましょう。そんな別れの挨拶を残してキリギリさんは生物室を後にした。さてと、僕も行かないとな。キリギリさんから預かった DVD、 視聴覚室に行けば中の映像を確認できるはずだ。キリギリさんは絶望的な真相とか言ってたけど、でも何があろうと僕は諦めない。最後の真相だろうと何だろうと、絶対に負けてたまるか。面白くなってきてるね、これ。ちょっと待ってね、まだちょっとだけ時間あるし、朝比奈ちゃんとまだ会ってないよね。最初に戸上と会って、葉隠れと会って、深川兼ジェノサイダーと会って、今キリギリちゃんと会ったもんね。ってなると、やっぱり、朝比奈ちゃんとだけ会ってない。朝比奈ちゃんどこにいるんだ？生物質違くて、植物性も違うから。ちょっと朝比奈ちゃんに会って最後終わろうかなと思います。おったおったおった、朝比奈ちゃん、君はねずっと天真爛漫な性格だったけど、おそらくみんな真相知って俺から逃げていくんだよな、深川塔子とキリギリ京子以外。さあ、あなたはどうですか。朝比奈さん、ここにいたんだね。ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ。あ、
苗木？うわ、顔面蒼白だ。私急いでるから何に急いでんの？要件だけ伝えて。え？呼び止める暇もなく、朝比奈さんは猛スピードで走り去ってしまった。朝比奈さん、どうして？どうして僕を避けるみたいに？これおそらく、いやー、ちょっと最悪な想像が、最悪な妄想が膨らんでしまいますが、まあできる限り最善の未来を描いていきたいなと思います。あ、なんかかっこいいまとめ方。